結婚してトメと同居しているイッチ。トメからはいびられる毎日だった。ある日、イッチはトメ行きつけの美容院を発見する。いい加減トメのいびりに腹が立っていたので、その美容院を利用して反撃することに決めた。トメ行きつけの美容院に、自分も通い常連になるのだ。こうして、何年もかけたイッチの復讐計画が始まった。果たして、イッチはトメに制裁を加えることができるのか。トメ行きつけ美容院を発見したから、そこに通っていびられていることを相談した結果、結婚して数年経つ。最初からトメと同居していた。案の定トメからいびられる毎日だった。トメと同居って聞かされてから覚悟決めてたけど、結婚の挨拶に行った時点で嫌な予感がした。この人と私合わないな、絶対いびられるじゃんって。私を見る目がすっごく怖かったんだよね。私に話しかける言葉もトゲがあったし、結婚の条件がトメと同居することだった。ウトはちなみに奇跡。一人暮らしのトメが心配だって、夫に言われた。その段階で結婚をやめたらよかったと今でも後悔している。当時は周りが結婚しだす年代で、勝手に焦っていたんだよね。私も結婚しないと、みんなから置いていかれるって。親からもまだ結婚しないの？って聞かれる日々もきつかったし。だからその時に出会った夫と、結婚した。だけど、別に夫には不満はない。エネ気味なところがあるなと思うことはあるけど、基本的に優しい人だ。トメが私をいびるたびに、きちんと注意してくれる。トメは息子の注意ごときで改心しないから、困っているだけで、夫はきちんとやっている。一応親なのであまりきついことは言えない。そういう人なのだ。それでも、夫は母さんがごめんと定期的に謝ってくれる。私がトメからされたことを、そのまま夫に言うと、私のことを信じてくれる。その足で、トメに抗議しに行く。嫁子に何してるんだって。でも、トメの方が一枚上手。親になんてこと言うんだって夫に怒る。夫はトメの言うことに納得してしまい、そのまま話を終わらせてしまう。結果として、トメは何も変わらなくなる。だから、トメのいびりは永遠に続く。むしろ、息子に親不孝なことさせるなって、いびりのレベルが上がってるくらい。例えば嫁いびりの定番、嫌げ物。同居してても嫌げ物はある。自分が何日か前に作った料理とか、いらなくなった家電とか。それだけだったら、捨てれば話は終わる。捨てたらゴミ袋を監視してるからすぐにバレるけど。嫌げ物はレベルが上がると、腐ったものだけでなくアレルギーのものとかになる。多分、最初は一応自重してくれていたのかも。自重するならいびりをやめてほしいけど。私は蕎麦アレルギーで、ちょっとの量でも摂取できない。そのことは夫も知っている。だからトメから蕎麦をもらったと言うと、すぐに抗議。で、さっきみたいにトメに言い含められて、すごすごと帰ってくる。さすがに蕎麦は私が食べられないから、夫一人で食べる。でも、もともと夫も蕎麦が好きじゃないから、なかなか減らない。トメに文句を言いたいけど、怖くて何もできない。だから蕎麦屋他の食べ物を、押し付けてくる。それを夫がしぶしぶ食べる、そんなループ。トメは、嫌味もすごい。私のすべてにケチをつけることができる才能の持ち主だ。私に家事をすべて押し付けるのに、私がしたことにイチャモンをつける。掃除をさせられたら、ホコリがまだあるとか、ご飯を作ったら、味が薄いとか。もちろん夫も注意しかばってくれるけど、やっぱりトメに言い任されて終了。しまいには、近所の人に私の悪口を言いふらすようになった。うちの嫁はこんなに使えないんだ、こんなひどいことをするんだって言ってるみたい。私が外に出ると、私の方を見てひそひそ話す人が増えた。田舎でトメは偉ぶってるから、トメのことを信じる人が多い。わざわざ私に、嫁の立場をわきまえろなんて言ってくる人も時にはいるほど。私と夫には子供がいなかったから、そこもかなり責められた。トメやトメの友人、近所の人たちに。トメ以外全員赤の他人なのにね。暇なのかな。私は次第に、行動も制限されるようになった。買い物以外は基本的に外出してはいけない。これはもちろんトメが言い出したこと。嫁ならむやみに外に出るべきじゃないんだって。そもそも私が外に出ると、近所の人の目がすごいから外に出にくい。その上で、トメに制限をかけられたら、外に出られなくなった。もちろん、言われた日にすぐに夫に言った。結果は変わらず、夫の負けだったけど、外出禁止を命じられると、今度は家の家事を全て押し付けられた。もともと押し付けられてたけど、なんやかんやで回避できていた。でも、今後は違う。外という逃げ道がなくなった。その頃にはトメの味方は、全員私の生活スタイルを把握していた。だから、普段買い物に行く時間以外で外出すると、すぐにトメに報告が行く。そしたら、夫と一緒に怒られる。嫁の立場を考えなさいって。この頃はもう夫は私の味方ではなくなっていたから、夫にも責められる。お前が余計なことをするから、俺が怒られたんだって。家にいるだけでいいんだから、家でじっとしとけよ、と。私の周りに味方がいなかったから、私はだんだん壊れていった。
外に出てはいけない。この家のことは全部私が完璧にしないといけない。そう思うようになり、できない自分に苛立ち責めた。親とも連絡を取ることは、許されなかった。親に今の現状を報告されることを避けたのだろう。もっとも、私には反抗する気力はなかったけど、とっくに義実家の奴隷だった。そうした日々が永遠に続くと思っていた。ところが、私はある転機に恵まれた。それは外出禁止になってから、2年ほど経った頃だったと思う。いつものように買い物に行き、家に帰るとき、トメを発見した。普段は近所の人やトメの友人と一緒にいるトメ。そんなトメが、こんなところに一人でいるのは珍しかった。すっかり無気力人間になった私だったけど、なぜかこの時はトメの目的地に興味が湧いた。しばらく観察してると、トメは道中にある一軒の店に入った。そこは、美容院だった。田舎にはなかなかないおしゃれな雰囲気。初めて見たお店だったから、最近できたところなのだろう。トメはこんなおしゃれなところで、髪を切ってるのかと思った。私は結婚してから、もっと言うと外出禁止になってから一回も美容院に行ってないのに。そこで初めて、私はトメに抵抗しようと思った。私だって、美容院に気軽に行けるようになりたい。でも何をどうしたらいいのかは、すぐにはわからなかった。抵抗してもすぐに負けて、今よりももっと事態が悪化するかもしれない。そう思って、なかなか考えられなかった。ところが数日後、思わぬ話を聞いた。トメの家族で不幸があったため、急に外出する必要が出てきたのだ。葬式の手伝いに借り出されるとはいえ、今の見た目だとトメの印象が悪い。だって、見た目に気を使えない嫁の存在は、それだけでトメの評価につながるからね。だから、美容院に行けと言われた。しかも、万が一に備えてこれから定期的に行けと。トメの気が変わらないうちにと、すぐに行った。行き先は、この間トメが入ったあのおしゃれな美容院。意を決して美容院の扉を開けると、外観と同じく、おしゃれな内装が真っ先に目に入った。その日は予約していたので、受付にいる美容師さんに話しかける。そして、カルテに必要事項を記入。そのまま切ってもらうことになった。切ってもらっている間、美容師さんに話しかけられた。お客様のお母様もこの店に通われています。お母様からのご紹介ですか?と、びっくりした。いきなり言われるなんて思っていなかった。そうですって答えると、美容師さんはですよね、と続けた。実は、お母様からお話を聞いて、一輝さんのことが気になっていたんです。かなりしんどい思いをされているのではないかなって。あ、私が勝手に思っているだけですよ。お母様からのお話を聞いてずっと思ってて、だからお母様にいつも言っていたんです。一輝さんも連れてきてって、単純に客が増えると嬉しいなっていうのもあるけど、一輝さんと一度お会いしたかったんです。びっくりした。さっきよりもずっと、ポカンとしたまま固まってしまう。まさかそんな優しい言葉をかけてもらえる日が来るなんて全く思ってなかった。結婚してから初なんじゃないかな。私のことを本当に気にかけてくれる発言って、夫は私に言われたから止めに注意しただけで、心からやめてほしいわけじゃないしね。だって、今じゃ私の言うこと何にも聞かないもん。母さんに合わせないお前が悪いってそればっか。気づいたら涙が溢れていた。張り詰めていたものが一気に切れた。実は私、家でいじめられているんです。と、思わず泣きながら美容師さんに伝えた。しばらくは涙が止まらなかった。美容師さんは黙ってティッシュを差し出してくれた。ようやく落ち着き、涙が止まった。そしたら、だんだん恥ずかしくなってきた。初対面の人にとんでもないことしたって。しかも美容師さん、逆にいきなり泣かれたら、引くよね。友達でもなんでもない相手なのに。私が恥ずかしすぎてもだえてると、美容師さんが話しかけてきた。お母様が一輝さんのことをお話しするたび、一輝さん大丈夫かなと心配していました。一輝さんとは会ったこともありませんが、それほどお母様がされていることは異常です。外出禁止って、そんなことしてる人、私初めて聞きました。旦那様も一輝さんのことかばわれてないのですよね。それもお母様から聞きました。最初は嫁に感化されて反抗的だったけど、最近ようやく自分の立場を理解したって。しかも、お母様は周囲の人にも一輝さんのこと悪く言っていますよね。私ですら、耳にしたことがありますよ。お母様がかわいそうと私におっしゃる方もいます。この状況に耐えるしかない一輝さんが、どうか無事でと今まで祈るしかありませんでした。でも、今回から私の店に来ていただけるのですよね。せめて、この時間だけでも逃げることができればと思っています。話しながら美容師さんは泣いていた。私もまた泣いてしまった。二人で大号泣。私は、そこでようやく目が覚めた。赤の他人が泣くほど今がやばいんだって。それに、会ったこともない人のことをここまで心配してくれる美容師さんに好感を持った。結婚して初めて親しい人ができた瞬間だった。その後は、切ってもらう間ずっと話し続けた。
トメのいびりの内容、夫の反応、それについて自分がどう思っているのか。美容師さんも、トメが彼女に話した内容を全部教えてくれた。しかも、美容師さんはトメが話していたことをメモまでしていた。いつか使える日が来ればと、トメが初めて来店した日からずっとまとめてくれていた。髪を整え終わると、また来てくださいと何度も頭を下げてくれた。その必死な態度に、その日何度目かの涙を流した。この日は本当に泣きっぱなしだった。一度泣いたことでスッキリしたのか、それからの日々は辛くなかった。トメからの無茶ぶりに耐えながらも、絶対逃げようと強く思っていた。あの美容師さんとは、それ以降何度もお世話になった。初めて行った日みたいに泣くことはもうなかったけど、トメや夫の不満を吐き出せる貴重な場所だった。そうして心にゆとりを持ちながら、日々を過ごしていた。そんな時、ある異変に気づいた。些細なことだったけど、明らかにおかしいこと。私が買い物に行っても、近所の人やトメの友人が私の前に出てこなくなった。私の方を見てひそひそ言う人もいない。私に説教する人もいない。数年続いていたことがなくなっていたのだ。たまたまかと思ったけど、それ以降も続いた。次に異変を感じたのは、夫の態度だった。前みたいにトメに注意するようになった。それも、以前のようになあなあで済ますのではなく、トメに謝罪の言葉を要求するほどの強いもの。あの夫がトメにここまで反抗するなんて、頭が追いつかなかった。何かあったとはさすがに気づくけど、それが何なのかわからないから怖い。夫は私にも謝るようになった。今まで見て見ぬふりをしてごめんと。これからは私のことを守るから、今までのことは許してほしいと。私は何も返せなかった。そんなことで許せることではないと感じたから。私のそんな様子を見て、夫は毎日私に謝るようになった。トメも夫に言われて、謝るようになった。まるで誰かに命じられているかのように、トメと夫から謝罪を毎日受けるようになってから初めての美容院に行く日、ここで、今何が起きているのかを知った。美容師さんのおかげでイビリから解放されたことを、いつものように髪を切ってもらおうとしたら、この日はいつもと違った。美容師さんにまず話があると、美容院の隣にある彼女の家に通された。そこには、4人いた。私の両親とトメの兄夫婦。まさかこんなところで会うとは思ってもいなかった相手だった。どういうこと?と思って、美容師さんの方を見ると、とりあえず座ってと言われてしまった。言われた通り適当なところに座ると、美容師さんが話し出した。それは、私にとってかなり驚きの内容だった。まず、美容師さんとトメは親戚。いわゆるおばとめいの関係性だった。つまり、今目の前にいるトメの兄夫婦の子供。若く見えるだけで夫と二つしか変わらなかった。そして、トメがしてきたことはすべて美容師さんを通してトメの親戚に筒抜けだった。トメの実家の主である大音はガチギレ。そんなことする奴はこの家の人間じゃないって。美容師さんはしばらくは様子を見ていたけど、私が店に来て泣いたことで話は変わった。そこまで苦しむほどひどいことをしているのかと、大音はより切れたらしい。それにより、トメは自分の実家から縁を切られることになった。しかも、トメの実家はここら辺でもかなりの力を持つ地主で、過去には市長も輩出している。そんな家と縁を切られたトメは、もう今までのような権力は消えた。もともとよく思われていなかっただけに、周りの人の手のひら返しはひどかったそうだ。これが、まず私がひそひそと言われなくなった理由。みんな、私の悪口を言うとトメの実家から睨まれると結論付けたみたい。ま、とっくに手遅れで、すでに何人かは仕事を解雇になったんだって。トメは周りの人に裏切られて、ようやく自分の立場を理解した。それで、私に謝罪するようになった。罪悪感まで芽生えちゃったから、毎日謝ってたって。そして、夫。彼は、現在町の商社に勤めている。あそこの社員は地元の有力者を怒らせた。しかも嫁はノイローゼ気味。そんなことを噂され、会社の売り上げは激減。なんとかしないと解雇されるとまで言われてるらしい。だから、トメのすることに注意もし、私に対して謝るようになったのだ。一致さんを幸せにするために、結婚したのに、不幸にしてしまい申し訳ない。トメのお兄さんが泣きながら謝ってくれた。トメには情けないとずっと繰り返してた。私の両親は、心配したと言ってくれた。何でもいつ連絡しても私がいなかったらしい。働いてもいないのに、ここまでいないのはおかしいとかなり心配してくれていた。両親の言葉には、思わず泣いた。親不孝な娘でごめんって。あまりにも辛くて何も考えないようにしていたけど、こんな私を心配してくれる存在がいた。両親に美容師さん。それに、トメの実家の方々。心配だけならする人もいるんだろうけど、実行に移してくれる人はなかなかいない。夫を見てきたから、余計にそう思う。周りの人に恵まれたと実感した。話し合いは今後の対応へと、話題が移った。トメの兄夫婦は私の希望は全て聞くと言ってくれた。もちろん要求は決まってる。夫と離婚、そして慰謝料だ。慰謝料は相場の10倍。
これを了承してくれたら、あとは何も言わない。私の親は他に言いたそうにしていたけど、私の言うことに同調してくれた。私の要求に、トメの兄夫婦はあっさり応じた。すべて即日対応するとも言ってくれた。慰謝料なんて億いきそうなんだよ。そんな大金をその日に用意できるのには驚いた。夫のサイン入りの離婚届ももらった。その場でサインして、後で役所に提出した。しかも、彼らは私の引っ越しと就職まで面倒を見てくれた。引っ越し費用は全額負担、就職先もいいところを紹介。おかげで、今は独身の時よりもいい暮らしをさせてもらっている。美容師さんとは、それ以降も付き合いを続けていて、定期的に元嫁と元夫の情報を教えてくれる。私はいらないって言ってるんだけど、面白いからって強引に言ってくる。最新の情報だと、トメは二度と出れない老人ホームに、夫はバイトで生計を立てているんだって。トメの老人ホームのお世話も夫がしたらしいから、生活はかなり大変みたい。そのうち生活保護を受けるかもという話も、あちらでは出ているらしい。私はというと、美容師さんの紹介で知り合った方と、最近結婚した。次に美容師さんに会うときは、家族が増える予定だ。元夫と結婚していたときは、絶望しかなかったけど、もう思い出すこともないほど、今が幸せだ。トメからいびられ、夫も徐々にトメの味方になってしまう。外出も自由にできなかったイッチだったが、美容院をきっかけに幸せな日々を取り戻した。もしもあなたにイッチのようなトメがいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、嫁いびりでも離婚は可能です。その場合は嫁いびりで婚姻の継続が不可能なことを訴える必要があります。